32分になりました。日本放送の制作でお送りしています、アッコのいい加減2000回。今日もフリーテーマでお電話、ファックス、メールお待ちしております。最近の身の回りの出来事、この週末の予定、アッコさんへの質問、脳トレの問題。あ、脳トレやりたいね。10回クイズとかですね。はい、はい、アッコさんの曲のリクエスト、はい、何でも結構です。受付電話番号は東京03-3211-3222、東京03-3211-3222、ファックスは0570-021242、0570-021242、メールアドレスは小文字で akko@1242.com、akko@1242.com でお待ちしております。すでに続々と、とりわけ今日は紅白歌合戦出場決定おめでとうございますと。ありがとうございます。もうそう言っていただけると本当嬉しいですね。なんかちゃんと選ばれてるんだっていう気がする。ちゃんとってどういうことですか。ちゃんとじゃないですか。わかんないんだけど、なんかそんな気がする。選ばれたんだなって実感が、皆さんに、支持されてんだっていう、嬉しい。いや、これはファックスで綺麗な字でありがとうございます。みどりさん60歳、高知市の方ですね。はい、紅白歌合戦の出場決定、お喜びを慎んでお祝い申し上げたく筆にしました、はい、ありがとうございます。大晦日楽しみにしております。はい、今日もコルセットなさっているとか大変ですね。はい、くれぐれもご自愛のほど。ありがとうございます。一番のライバルは若い頃のご自分とのこと。はい、そんな思いのアッコさんだからこそ多くの方に人気があるんですね。笑って許してがさっき流れておりましたが、はい、懐かしく聞きました。はい、夫がアッコと愛の手を叫んでおります。あ、嬉しい。ありがとうございます。笑って許してに合わせてね。おいくつの方ですか。みどりさん60歳です。そうでしょ。だって本当に高校生、中学生だった子が今60とか62、3になっちゃってるんですよ。もう共に、ね、一緒としてと、はい、いうことですよね。はい、いっぱい来てますよ。ラジオネームともっちさん、千葉県八千代市。紅白出場おめでとうございます。ありがとうございます。赤組で最多出場すごいです。ありがとうございます。衣装楽しみにしてます。結構全部プレッシャーですよね。はい、そうですね。衣装ね。はい、衣装はでもね、もう決まってるんですから。衣装はもう決めたんですけど、私分かっていただいてますか。いつもシンプルに見え、まあ、広がったの来たりもしてますけど、シンプルに見えて見る人が見たら、おおそれぐらいお金かかってるんですよ。シンプルに対する一つこだわりもあるし、はい、もちろん豪華さに対する、はい、こだわりもあります。はい、ね、はい、今一番気にしてるのは指輪とイヤリングですね。私ほらピアスしてないんで、なかなかイヤリングがないんですよ。パッチンってこう止めるのが、これが難しい。ポロッと落ちたら大変です。落ちると大変なんで、この間徹子の部屋でやってましたけど、あのうちのスタイリストさんとかみんなで、ね、このガムテープ自身に貼るとかね、そういうとか、今年はちょっと金具を強化していただいて、それをそれ自体を強くするっていう。なるほど、はい、そういえば一回、はい、アッコさんの胸元にイヤリングがなんか落ちて鶴瓶に拾ってもらって、ついでに胸触っていくっていう。本番前はそんな冗談言ってるんですよ。鶴瓶さんが見てしまったって話してましたね。そうそうそう、アッコさんが取って返してくれた。はい、ありましたね。ありました。あれ、あのイヤリングも運千万でしたからね。あ、なくしたら大変ですね。それはお借りしたやつでしたけど、はい、あと福井県、そうそう、ちょっと、あ、はいはい、まあまあまあ、今途中で、この間ちょっと用事があってブルガリ行ったんですよ。銀座の、そうそう、ブルガリの話ってさっきしたってました。まあ今ね、話全然違うんですけど、その宝飾品の話してね、あのエリザベス・テイラーが、あの、まあ、バージニア・ウルフ、なんか怖くないとかの映画してる時に、夫のチャーリー・バートンだっけ、何バートンだっけ、もらったチャーリー・バートンで、そう、それでそのネックレスとかね、送ってもらったネックレス、そう、プレゼントでね、それをそのニューヨークだったかな、ザザビどっかで競売にかかったのを、またブルガリが買い戻して、買い戻して、で12月31日までその展示会をしてるのよ。で、あの、私ちょっと、あの、あんまり、あの、今回のディナーショーの出来っていうか、出来がまだ私がやってみなきゃダメなんだけど、そのバッグとか全部いいんで、なんかみんなにお礼したいなと思って、みんなのマフラーとかネクタイとか買いに行ったのよ。そしたらブルガリに、まあ、もともとブルガリの人よく
その普段今の芸能人は割とレンタルってできるんです、私も含めて。宝飾品を借りる、宝飾品とかドレスとかね、借りたり安く買えたり。でもね、エリザベス・テイラーは全部自前だったらしいの。でそのネックレスの先っちょにこうビュッとこう、まあ私あんまりエメラルド苦手なんだけど、エメラルドの先っちょにこう垂れてるブローチみたいなのあるのね。でそれはそれで外して、そのブローチそれだけ単体のブローチもできるのよ。でそのブローチに合わせた指輪があるのね。それが8億かな。8億。それはエリザベス・テイラーが持ってたのに、そのリチャード・バートンがそれを出したんだ。でエリザベス・テイラーさんって何回結婚したんでしたか。7回。全盛の時って、まあ、ものすごい綺麗でね、はい、もう私もほとんど見ましたけど、そんなにアメリカってよくわかんないけど、野球でも、あの、ま、全然話は違いますけど、ヤンキースのあの黒田さんが残って、はい、ね、日本円にすると10? 12億とか、そんな値段どうやって出んねんっていうね。本当ですね、規模がでかいさ、なんか違うんですね。あ、経済の規模が大きい。あれちょっとあんまりこの話するのやめよう。自分のつけるなんかやりは16億別格すぎますもん。いやーすごい、さすがエリザベス・テイラー。何回結婚したうちの1人ですよ、ね、もうね、本当にね、みんなにマフラーね1人ずつ7本買おうと思ったのに3本でやめちゃったもんそれエリザベス・テイラー見なきゃよかったそうそう、普通見てたらもっと買うよな。私のおかしいところ少なくしちゃうって無駄遣いしたおかしいでしょ。いやでもすごい。でも紅白は恥ずかしくない。私は、はい、ここは日本ですか。いや、はい、それはもうアッコさんができるゴージャスをね、はい、皆さん期待してますよ。だって、はい、シンプルでゴージャス、はい、もう本当衣装も楽しみにしてますとか、体力作り頑張ってくださいとかね、はい、本当にたくさんいただいております。体力が何よりですか。そうですね、はい、はい、受付電話番号東京 03-3211-3222、ファックス 0570-021242、 メールアドレスは小文字で akko@1242.com です。で電話で参加いただく